よいよ最後の大舞台第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に栄光をつかみ取れるか、決着の時です。一番人気はもちろんこの子、2大スプリント覇者キングヘイロー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2大マイル戦覇者待機シャトル、2大スプリント覇者4番桜爆心王、現在3番人気、実力は間違いなく上位です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはカレンちゃん、4番桜爆心王、ニコノブルボン、期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー、花を奪っていたのは4番桜爆心王。続きましたカレンちゃん、4番桜爆心王、カレンちゃん、パリの競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。さあ花に託したのは4番桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん、ミホノブルボン、外から行く一馬審査、待機シャトル、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで何が仕掛けるのか。キングヘイロー外で足を止めています。気持ちよく逃げている4番桜爆心王。残り200。諦めないわ、絶対に。優秀の美を飾ってみせました。2着にはキングヘイロー、3着カレンちゃん、爆心的勝利。ハッ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 。繋がれた勝利のタスキを次へとつなげられるか。第2レースへの期待も高まります。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はゴールドシップ、2番人気を紹介しましょう。松金福来たる、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気ライスシャワー、気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。6番9番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、6番快勝に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、6番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは9番7番3番手メジロマクイーン、4番手5番手にはライスシャワー。それを見るようにシンボリルドルフ、少し後ろからグラスワンダー、間もなく第4コーナーカーブ、先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。6番まだリードをキープしています。続きました7番3番手に9番、その後3用マシン開いてメジロマクイーン。まずは1周目正面スタンド前に入ったライスシャワー、外から行く1馬身差、シンボリルドルフ、外でグラスワンダー、内をついて3番、その後3用マシン開いて松金福来てる、そしてその外から行ったのはゴールドシップ、後方2番手に11番ポツンと1人、1番6番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。6番彼女の客室には合っていますね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。先頭は変わらず6番、続いては7番、第2コーナーの丘を越え突進へ2馬身離れて面白くなってきたぜ。ライスシャワーこの位置につけています。ここまでが先頭集団、先頭6番レースはよどみなく進んでいます。1馬身差7番、そしてその外を回ってライスシャワー、少し後ろから9番1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。6番残り数メートルを通過、先頭は依然6番1馬身リード。1馬身差7番、3番手にはライスシャワー、そしてその後ろから行くのは9番メジロマクイーン、並んでくる。あとはシンボリルドルフ、その後ろからゴールドシップ、1馬身差松金福来てる、そのうち並んで3番、そしてその後方には勝負時は今、そして11番最高峰ポツンと1人、1番意気揚々と先頭行きますメジロマクイーン。どうでしょうこの展開、ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ栄光まで400、ライスシャワーここで抜け出した。2枚に足を止めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。最後は2人のつばぜり合いだ。そうライスシャワー、しかしその差はわずか100を通過。ライスシャワー足色は衰えない。ライスシャワー
着はマクファネスプキタル。3着に入ったのはメジロマックイーン。長距離戦に自信のある馬娘が集まったこのレース、どんなドラマが待っているのでしょうか。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はテイエム・オペラ王、2番人気を紹介しましょう。マツカネ・フクキタル。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気ライスシャワー。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは9番3番テイエム・オペラ王。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。9番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは9番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は3番、さらにはライスシャワー。6番4番手少し後ろからテイエム・オペラ王。内から内から1番1馬身離れてスーパークリーク、そしてその外10番、そしてその内を回ってマツカネ・フクキタル。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は変わらず9番、続いて3番ライスシャワー、3番手さらに6番テイエム・オペラ王。追走、内には1番一馬身差。スーパークリーク1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。2馬身3馬身開いて10番、後ろ松風福来てる。3馬身離れてゴールドシップ後方2番手にグラスワンダー、ポツンと1人。5番、意気揚々と先頭行きます。9番、どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。順位を振り返っていきます。先頭9番、レースはよどみなく進んでいます。1コーナーから2コーナーへ向かう。9番、まだリードをキープしています。続きました3番、2馬身離れてスーパークリーク内、テイエム・オペラ王。さらには6番、内にはライスシャワー。少し離れて1番、外を回ります。マツカネ・フクキタル。そのうち並んで10番、1馬身離れてゴールドシップ、あとはグラスワンダー。開口後ポツンと1人。5番、9番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。9番、面白くなってきたぜ。前先頭は9番、1馬身差。3番、3番手にテイエム・オペラ王。それを見るようにスーパークリーク。5番手にライスシャワー。その外並んで6番、1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。9番、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は相変わらず9番、1馬身離れてテイエム・オペラ王。それを見るように3番、さらにはスーパークリーク。外でゴールドシップ、内から内からマツカネ・フクキタル。ライスシャワー、追走、1馬身差。時は今、さらにグラスワンダー。それを見るように1番、1馬身差。10番、5番、現在シンガリラ。残り 1000m を通過。現在1番手はテイエム・オペラ王。マツカネ・フクキタル。追走、3番手にはゴールドシップ。内から行く、ライスシャワー、グラスワンダー。5番手、少し後ろからスーパークリーク。大欅を越え4コーナーへ、ライスシャワー。ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ、外から先頭を捉えるのはマツカネ・フクキタル。ライスシャワー、花を進む。チームを奮い立たせる見事な走りで第4レースの勝利を手にしました。2着マツカネ・フクキタル。3着はゴールドシップ。ナイスやったよ。
圏から脱出する大事な一歩。踏み出すことができるのはどの馬娘か。さあ、一番人気の紹介です。3番スペシャルウィーク、3番人気はこの子です。TM オペラ王、2番人気は秋の三冠馬娘ナイスネイチャー。落光勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。12番と1番、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気、3番スペシャルウィーク。第1コーナー回って第2コーナー、12番会場に飛ばしています。さあ、花に立ったのは12番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、その後から東海帝王、その外並んで10番スペシャルウィーク、6番空想スーパークリーク、並んでくる。大きく離れて3番スペシャルウィーク、2馬身離れてナイスネイチャー。さらには TM オペラ王、1馬身離れて9番後方2番手に4番コシュッと1人、8番意気揚々と先頭行きます。12番どうでしょう。この展開かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、無双正面に入って先頭から進学までおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。先頭は変わらず12番、続いて1番、3番手には6番、そのうち並んで東海帝王、10番スペシャルウィーク、続いている。1馬身離れてスーパークリーク、3番スペシャルウィーク、ここにいた後ろ TM オペラ王、そしてその後方にはナイスネイチャー、2馬身差、4番少し離れて9番、8番現在シンガリラ、12番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。先頭12番、レースはよどみなく進んでいます。続きました東海帝王、大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。よーし見ててね、お母ちゃん。最後の大舞台、第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に栄光をつかみ取れるか。決着の時です。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は東海帝王、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、スペシャルウィーク。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って秋の三冠馬娘ナイスネイチャー。1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、12番会長に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ、花に立ったのは12番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、その後から東海帝王、そのうち並んでシンボリルドルフ、そして外目を突き出しては10番大きく離れてスペシャルウィーク、1馬身差ナイスネイチャー、内を回ります。3番ゴールドシップ並んできた。さらには TM オペラ王、後方2番手に6番、7番最高峰だ。意気揚々と先頭行きます。8番どうでしょう。
この展開かぶってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、現在1番手は12番向正面に入って、先頭は12番、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず12番、続いて8番、3番手シンボリルバムス三橋新さん、東西帝王、そして10番、そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク後ろゴールドシップ、それを見るようにナイスネイチャー、あとは AM オペラ王三橋新さん、3番、その後から6番7番、現在シンガリラ8番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。さあ先頭に立ったのはシンボリルドルフ、8番水槽、外から外から東西帝王、そのうち並んで12番、その外並んでスペシャルウィーク、大手焼きを越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。よし見ててね、お母ちゃん。最後の大舞台第5レース、ここまで走り抜いたチームの思いを胸に栄光をつかみ取れるか、決着の時です。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は AM オペラ王、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、スペシャルウィーク威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、秋の三冠馬娘ナイスネイチャー、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアグネスタキオン、8番9番、カイローニの手差を出せるか、1番人気ナイスネイチャー。さあ激しい先行争いで前に出たのは8番、続いては9番、8番と9番、序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、8番快調に飛ばしていきます。先頭は8番、三振で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、スペシャルウィーク、ペースが速い。花に立ったのは8番、このままリードすることができるか、続きました9番、3番手には1番、外を回ります、アグネスタキオン、5番続いている、さらにはダイバスアーレット、サンドシンサー、マヤのトップガン、内を回ってナイスネイチャー、あとは2番、外から AM オペラ王、後方2番手にスペシャルウィーク、最後方4番、向こう正面に入って、先頭からシンガリまでおよそ9マシン、涼やかな風を肌に感じる札幌マシン、銃弾が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらず8番、2番手に外から1番、少し後ろから9番、外を回ってアグネスタキオン、少し離れて5番、マヤのトップガン、水槽、そしてその内を回ってダイバスアーレット、ナイスメイチャー、並んでくる、そして2番、一馬身さん、 AM オペラ王、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている世界、これは直線勝負になるか。夢見るだけじゃね。ナイスメイチャー、前を狙っていると、栄光まで400、ナイスメイチャー、ここで抜け出した、繰り下がる AM オペラ王。
私も行っとくね。夢をかけるよ、何回だってかき進めシャンディのその先へ。サンシャイン前を向けばパッション高鳴るファンファーレ、青空一直線。ちょっとへこむときはパッと耳澄ませてフィールミー、その背中をしてたいから気持ちいいんです。それぞれに続く地平線決定、迷わないで止まらず行こう。君と夢をかけるよ、何回だって巻き起こせば。諦めないで愛する、いつか決めたゴールに全速で走りまくろう。ネバーギブアップ、風も音も光も追い越しちゃって、誰も知らない明日へ進め。君と夢を重ねてる、ひたむきに輝いたストーリー。どこにいても虹を見上げて、でも音